はい、いつも Vlog 見ていただきましてありがとうございます。サーティーボーディーズ代表の峯岸です。はい、本日もね Vlog 撮ってきてますのでよろしくお願いします。ということでね、8月6日ですね、また日はまたいじゃってますけども、8月6日、木曜日の振り返りをしていきたいと思います。はい、今日はですね、ちょっとスケジュールをねスマホで確認しますけども、比較的今日はセッションが多かったなっていう、パーソナルトレーナーらしい生活を、パーソナルトレーナーなんですけどね、してました。で、今日は午前中からセッション始まりまして、だいたい夕方5時ぐらいまで、何やかに詰まってました。で、その夕方まではねセッションしたんで特段なんか変わったことないんですけども、夕方からですねちょっと晩の時間までちょっと空き時間が2時間3時間ありましたので、この時間帯にですね今日は、動画を撮影してました。定番のね、いつも配信してる、動画も撮りましたし、あとね今1個ちょっとね新しく、また新シリーズを作ろうと思ってまして、そのテスト動画も、撮ってみました。これはまだねちょっと配信はしないんですけども、ちょっと新しい企画の動画をねまた個人で出そうと思ってますので、もし決まったらまた見てみてください。もちろんねテーマはやっぱ学びですね、学びになりますので、皆様にとって学びになるような、有益な情報を発信できたらいいなと思って今まあねという最中なんで、頑張って作っていきます。そんなね新しい動画のことであるとか、あとはね以前撮った動画の編集ですね、これもねちょっとなかなか進んでなかったんで、その動画編集やったりもしてました。で、その後また晩のねセッションがありまして、それやった後にでちょっと用事でねちょっと出かけてたんですけども、でちょっとねその用事でねちょっと悲しい話を聞いちゃいまして、ちょっとその晩に関してはちょっと個人的に用事で出かけてたんですけども、でその個人的に出かけてまして会った知り合いの人なんですけども、ちょっと久々にねお会いしたというか半年ぶりぐらいですかねお会いしたので、あ久しぶりですねみたいな話をしてたんですけども、なんとね、その方のそこでもご結婚されている方なんですけども、奥さんが3月ぐらい亡くなられたって話を聞いてしまってね、いやーちょっとびっくりしました。ショックでしたけどね、そうだったんですねみたいな話になって、向こうさんとしてはね僕が気使うと思ったんで、あえて言ってませんでした、見て話だったんですけども、亡くなったってね、奥さん亡くなったって話聞いたんで、奥さんまだ若いんでね別にそんな年ってわけじゃないので、ご病気でってことだったんですけどね、慎んでねご冥福をお祈りしたいと思うんですけども、そんな話を聞いて、ちょっとねショックで今日は帰ってきたとこなんですけども、やっぱりね、人間ですか、もちろんいつかは、死んでしまう時が来るっていうのがあると思うんですけどね、やっぱこういう話を聞くとね、改めて例えば自分が生きてる意味であるとか、生かされてる意味ですよね、もうちょっといろいろ考えたり、してます。よくね、こう哲学的な話とかちょっと深い話になっていくんですけども、なんで自分は存在してるのかとかね、何のために自分は生まれてきたんだってことも結構僕は考えたりするタイプなんですね。で、そう考えてね、もちろん答えが出るわけじゃないんですけども、やはりね、一つ言えることはやっぱりこの世に生まれてきた意味があると思うし、生かされてる意味があると思うんでね、でその意味は何かっていう追求していくのが、いろんな考え方になっていくと思うんですけども、やはりね、僕はそのね生かされてる中で、現在こうトレーナーって仕事をやったわけなんで、やはりねトレーナーっていう仕事を通して、多くの人にね貢献できる、社会的な貢献もそうですし個人的な貢献もそうですしね、あとね後進育成というか、もう今の若いトレーナーさんたちへ何か、貢献できることがないかってことをやっぱり、常に考えて生きていくべきなのかなっていうのは、考えておりますね。やっぱりねこういうことを考えていかないと、自分のその存在意義っていうかね、自分がなんでトレーナーとしてやってるんだろうってことが分かんなくなってしまう結構出たりしますので、やはりねちゃんとして目的ですよね、自分がやってる目的とかを明確にする時間って必要なんかなというふうに思っております。やっぱねこういうやっぱ人が亡くなった話とかね、あと結構僕お葬式とかねそんなも参加するんですけども、お葬式たりとかね、時にやっぱりそういうことを考えたりしていて、改めて、生かしていただいているという思いを込めて日々の生活を頑張っていきたいなっていうには、常に考えております。これ見てでもね、皆さんもぜひともねそういうこともちょっとねたまには考えて振り返ってみて、自分の中でこう自問自答してみるのもいいんじゃないかなというふうに思っております。あとはね、やっぱね自分がこうね、やっぱ楽しくですよね、自分が楽しく、人生を全うできるにはどうしたらいいかっていう、自分の死に際も結構考えたりしてるんですよね。僕ねよく皆さんに言ってるんですけども、大体もう80歳ぐらいまでやること決まってるんですよ。もう実は僕の計画では80歳までやること決まってます。で、一つのその目標としては生涯現役トレーナーっていうね、
80歳でよぼよぼおじいちゃんトレーナーになるぞっていうのが僕の一つの目標なんですけどね。まあ、もちろんもう80歳でも本当もうよぼよぼだと思うんですけども、まあ、補助も多分できないしね。究極のねパーソナルトレーナー像って考えてるんですけどね、もうそこに座ってるだけでお客さん勝手にもうトレーニング成長していくみたいな、もう1000人クラスのねトレーナーになっていったら嬉しいなみたいなことを考えてるんですけども、まあ、まずね生涯現役トレーナーはしたいっていうのが一つの目標ですよね。あとはねやはり最近思うのがやっぱりこうね、次の世代たちへの継承っていうか、まあ、継承っていうのはなんか偉そうですけども、まあ、次の世代たちの人たちがどんな新しい世界を作っていけるような、まあ、環境整備であるとか、人脈の紹介とか、というのをやっぱりやっていきたいと最近思ってますよね。まあ、おかげさまでね最近すごくいい出会いに恵まれてて、まあ、特に若い方ですよね、若い方たちとの出会いがすごく増えてきまして、まあ、そういうねやっぱ未来やり、しかも有望なね若い人たちいっぱい出てきたなと感じてますので、そういう彼らに頑張っていただくのが本当に、まあ、これがまた新しい時代、まあ、僕らもねまあ僕らが若い時って僕らの時代を作ってきたと思うので、やはりね今の若い人たちがさらに新しいものを作っていくってことはしていくべきだと思いますし必要だと思いますので、そこに対してね、もう僕ら年長者がね下の子を邪魔するようなことは絶対したらダメだと思ってますので、やはりそこは協力とあとはサポートと、まあ一応経験者としての、アドバイスもなんかもできたらいいんじゃないかなっていうのは感じてますね。まあそれしないとねはっきりダサいと思うんでね、年長者としてはね、もうそこはねちょっと僕も、なんかねダサい先輩にとかダサい年長者になりたくないですし、やはり下の子たちからねなんかあの人上の人いるけど嫌だなと思われたらちょっとね悲しい話になっていくので、そこはねちゃんと、わきまえてっていうかね、別に年が上だから経験値が上だから偉いってわけでもないですし、たまたま先やってるだけの話なんでね、うん、でそこはやっぱちゃんと空気を見ながらで進んでいきたいなというには思っております。まあ、そんなこともね現在考えて、実際毎日日々の暮らしを送っているというところですよね。まあ、今日ちょっとねそんなしみじみした話もあったんですけども、まあ、逆にねだから頑張っていこうという意欲も湧いてきましたし、またいろんなもん新しいことの想像を作っていこう、想像作る方の想像をしていこうかなと思ってますので、皆さんもよかったらまたぜひ一緒にやっていきましょう。まあ、相変わらずねコロナの状況でいろんなことがこうねできないであるとか、なんかしたらあかんみたいな空気がありますけども、まあ、こうやってねできること、まあ、僕が今こうやってね発信すること、動画発信僕の場合はもう本当、7月8月から気合いで始めましたけども、まあ、そういうことをねできることいっぱいありますので、ぜひ皆さんもね、まずチャレンジ、やってみること、やってみることから始めていって、その中でねやりながら修正とかやりながら、検証していくとかっていうことを、ぜひともお勧めしていきます。やはりどうしてもね、やっぱ準備してから準備運動してからやりたいんですっていう方結構んですけども、やはり準備ってねまあ大事だと思うんですけども、準備してる時間があったら僕の場合はまずやろうと思うんですよね。やってからやった上での反省とか修正した方が多分準備で作るかける時間が絶対効率いいと思うんですよ。準備ってねやっぱりそうあくまでイメージで作っちゃうので、思ったほどね本番でパフォーマンス発揮することって難しいんですよね。まあ、準備力っていうか言われますけども、まあ、準備力はそこまで、まあ、もちろん大事なことなんですけども、やはりさっきやってから修正した方が絶対効率はいいと思います、ね、最近じゃねその、まあ、時間に対するコスパを考えたいっていうことも皆さん考えてる人多いと思うんですけども、それを思ったらね間違いなくまずやってみることの方が絶対コスパいいと思います。まあ、時間効率もいいと思うんでね、そこからね修正かけていくで、そこからね反省材見つけていくってした方が、あとは経験値っていうのが増えますからね、1回やった後経験値増えますので、やっぱ経験値が増えれば増えるほど、まあ、どんなことでもね進化につながっていきますので、かなり、いいと思いますので、そういった面でもねまず一歩踏み出してみようとね、まあ、あれこれ考えたい気持ち分かりますけども、まあ、僕昔そうだったんでねあれこれ考えてこうやるタイプだったんですけども、やっぱり逆ですよね、先やってからの方が絶対いいと思います。やってから、まあ、失敗してももちろんいいし、ね、成功したら成功したらもちろんいいですから、やっぱまずやってみてからで検証することをお勧めしたいと思っております。まあ、本当ねそうやってやっぱ動いたものが勝ちだと思いますので、ぜひ皆さんも、ね、どんどん、動いていって、あくまでもね、止まらないようにしてほしいなっていうのも思いますよね。はい、今日はそんな感じかな。まあ本当に今日でちょっとあんまり平凡な一日だったり、特になんかね、珍しいことなかったんですけども、まあ、またね明日もいろいろあると思うので頑張っていきたいと思います。はい、今日はこんな感じで終わりますので、また明日のブログ、Vlog ですね、を見ていただければまた嬉しいので何卒よろしくお願いします。はい、ではそんな感じで終わります。さようなら。
日食べたトマトラーメン美味しかったな。ちょっと濃いけどね。